皆さん、お元気ですかでは、今回の問題、見てください。四面体 OABC。四面体ですね。まあ、三角錐と言ってもいいかもしれないですけど、四面体 OABC の各辺の長さ、A, A、OA、OB、OC、AB、BC、C ってことは、6本とも全部分かってるってことになりますね。はい。えー、とする。で、OA、OB、OC をこのようにベクトルに設定しますと。で以下の問いに答えよ。 えー、内積 ABBCCA ですね。今設定したこのベクトルの2本ずつの、ね、内積をまず計算せようということですから、ま,あ、まずこれ片付けましょうかね。でえー、まず図書きましょう。それよりもね。この四面体、えー、辺の長さ全部わかってるっていうわけで、まあ、O があると一番上に O を書きたくなりますね。O、A、B、C という、ね、四面体、えー、あるいは三角錐と言ってもいいでしょう。で えー、OA が2、全部長さ入れておきました。OB がルート5、こっちのルート5ですね。OC がルート7で。AB、底面です、ねまあルート3、えー。ここが2。CA がルート5と、ね、いうことであります。で、えー、この O から出ている3本の、ねえー、辺をベクトルにしたわけです。でさそれで内積。はい A と B の内積っていうのは、定義はその大きさ、大きさかけるコサイ×、まあ、シーターっというのはそのナス角でしたね。ベクトルのナス角は何だったかっていうと、視、えー、点を揃えた時の視点周り。で、今それに、図に合わせてね、OA がベクトル A であると。OB をベクトル B だっていう風に設定になっていますから、じゃあこれを例に考えてみますと、まあ、シー,ターはここですね。V 字型のね、点のところの角度、シーターですね。 この定義によれば、OA の大きさ2ですね、これ分かってる。OB、ベクトル B の大きさ、ルート5ですね。と、2× ルート 5×、ここのコサインの値が分かればいいなって話になるわけです。で、角度はまあ望めそうもないんですけれども、これ結局3辺の分かっている三角形ですから、そうすれば、あの予言定理で確かコサインが出せるはずでしたね。はい、ここに書きました。 ここで使うコサインっていうのは結局3辺の長さを使ってこうやって出せる。この3辺の役割の区別ちゃんとついてますか皆さん、えー。コサインシータ。このシーターに注目しているので、まず足すやつは、あるいは分母から見てもいいんですけど同じですのでね。これは両端の、両サイドの辺なのだと、えー。この両サイド2辺を自乗して足して、で、引くのはこの対辺であると。 まあそういうつながりでね、えー、ちゃんと理解しておけば、記号がどんなに変わったってすぐパッパッパッと書けますね。シーターの両サイドの辺、ここ下も両サイドの辺を2倍のこうやって書ける。で、最後に引くのがこのシーターの大辺であると、まあ。ともかくこれで出ますわな。はい。で、えー、いけますけども、まあ、これはですね、ぜひ皆さんでやっておいてください。このやり方は。で、ここではですね、 こんなコサインなんか使わずとも出るよっていうやり方をちょっとね、ご紹介。それを回答にして、えー、み見ました。じゃあちょっとね、回答を見てみましょうか。どんなことやってるか。ずず、ず、ずず、ず。ずッズこの辺でいいかなね、図まで見えてね。はい。ざっと見ると、ここね、まあ、AB イコールってここ結論書いてあります。この下が BC イコール。コサインなんか出てません。何をやってるかっていうとね、えー ベクトル A と B を使う、ベクトル A と B を使うものとしてですね、この AB に注目したんです。これをまあベクトルと見るわけですね。A から B に向かう。で、その大きさはもうルート3だと分かっているわけです。で、ベクトルの大きさを、えー、扱うときには、2乗すると内積になるねって話があったわけです。自分自身の。 ですから、まあ、ab っていうのは、これ b-a ですね。もうこれ慣れてきましたか終点から始点のね、指し示すベクトル引くんですよね。b-a であると。の2乗にすると3。で、こいつ、ちょっと一応書いておきますと、こいつはですね、自分自身の内積だったな。確かね、こうやってね、この b-a という、これ一つのベクトルを表すんですけど、大きさの2乗は、これ自分自身のこういう内積なんですよね。はい。 もう何度か言ってますけれども、この内積はね、2乗って書くわけにいかないんですね。この黒点書いてね、同じものでも2度書いてください。で、内積にすると展開できるんでしたね。で、結果的には、この矢印のない B-A の2乗という文字式の展開と同じことができるんだと。ただ書き方をね、ベクトル並みに注意しなきゃいけないんで、つまりこれは B 次乗であると。ベクトルの次乗の場合は大きさの2乗にしなさいよと。で、2AB であると。 で、この場合の 2ab 上に矢印つけて、しかもこの、えー、ドットは省略不可と。で、最後 a 次乗ですね。b 次乗マイナス 2ab プラス a 次乗と言いながらこういう風に書けばいいわけです。そうすると、ここにこれ出てくるんですよね。この a と b の内積が。こういう風にしてね、えー、内積を取り出すっていうやり方があるんです。で、これそれぞれ大きさ分かってますね。ベクトル b ルート5の2乗。で、a の大きさが2ですからね。2人が c。これで全部分かっているものに入れると、 このようにですね、えー、と大きさ大きさコサインシーターではなくて、えー、その何ていうんですか終点のね、えー、同士を結んだ線分の長さを使うとそこに内積が出てくるんだと、まあ、こういうやり方をぜひねまたマスターしてほしいなと思いますでまあこの調子であと全部見ておきましょうか、ねえー、じゃあ BC を出したいんですよね そしたら、BC、ちょうど記号が合っているから分かりやすいですね。BC、えー、イコール C-B マイナスで、はい、大きさの2乗にすると、まあ4ですね。で、これがもう書かなくて分かりますね。このね、内積の形。C 二乗マイナス 2BC プラス B 二乗というのはいいけれど、書くときにはちゃんとこのベクトルとして正しい書き方ね。C 二乗大きさの2乗引く 2BC、点、省略の負荷、プラス B の大きさの2乗イコール4。 で、わかっている大きさどんどん入れていきますと。C がルート7だからね。で、B がルート5でしたね、大きさね。うん、たら BC が出るよと。あもう、あとは特に説明いらんでしょう、もう一つはな。まあ、見ときましょう。こんな感じでね。はい。CA とくれば A-C であるとで。大きさの2乗にしましたよ。で、これが A 次乗マイナス 2AC。2CA って書いてありますかね。どっちでもいいですよ。はい。で、A プラス C 次乗。 で、わかってる大きさ全部こう代入すると、今度は CA が出ますね、と。まあ、こんな調子でですね、あのー、大きさの2乗を計算すると、そこに内積が現れると。まあ、こういうふうにしてね、内積を求める方法も一つうマスターしといてください。はい、それではまた元の問題文のところに戻って、括弧二2を見てみましょう。三角形 OAB を含む平面を α とし、 点 C から平面 α に下ろした水線ですね平面に下ろした水線交点を H とするでその時に OH を AB で表しさらにその大きさを求めるやっぱりちょっとこう図でど,のどういう場所のこと言ってるのかってことでこの三角形 OAB を含む平面っていうのは別の言い方すると3点 OAB によって定まる平面という言い方もしますよね で、これは三角形そのものではなくて、それを広げたもの。で、この図で言うと先ほど書いた図ね、大指、ちょうど手前のこの面ですね、手前にちょっとこう向こう側に、えー、倒れた傾斜を持った面なんですけど、アルファっていうのはこの三角形だけじゃなくて、この外側全部ね、伸ばした、もうこちら側にある面、一面がアルファなんですね。 はい、それで、えー、C がちょっと奥になっちゃいましたね、この図の場合ね。カ、え、ッ、ー、2を考えずに書きましたからね、図を。えー、C からこの手前のこの三角形の中がになるかどうか分かりませんけれども、えー、水線を下ろすん、ね、で、ちょっとここにはもう書き込みづらいですね、えー。ちょっと図、この場合、詐欺よくもう一回書き直しましょうあー。で、こんな図にしてみました。ピッピッピッ。よいしょ。どうだ。 これですね先ほど上にあった点 O がですね、こういうふうに倒しました。で、奥にあった C がこちら側に起き上がって上に来ましたと、こういうイメージで見てほしいわけです。はい。で、えー、余計なちょっと線はね、入れませんでした。BC とかね、OC とかね。で、C からこのお、まあ、三角形を含む平面 α に垂線を下ろしました。はい、直角マーク入ってます。そのの時にこの、OH、を OA ですね、まあ、小文字の A ってことは OA ですね、これとねで、小文字のベクトル B とで表せっていう話なんです。でどういうふうに表されるかっていうと、これ、ある程度知ってないとね、思いつかないですけども、これは OA、ベクトル A を何倍化して、こうやって長さを調整して、それからベクトル B の方も実数倍ですね、長さを調整して、ちょうどうまく OH が対角線になるような平行,線、えー、平行四辺形作れるよねって話なんです。 で、この oh、この状態になっているときに oh は sa プラス tb だよな。ということで、はい。えー、まあ、回答を見ちゃいますけど、点 h は平面 α 状にあるから、実数 st を用いて oh イコール sa プラス tb と表せる。っていうふうになっているわけです。もちろんこの o もね、えー、からこの a 小文字にしちゃってますけど、まあ、こう、大文字の a、大文字の b、 それらが全部同じ平面上にあるときにこういうことが成り立つんだと。これを知ってないとね、AB で表せって言われたきに式の形もわかんないっていうのはちょっと厳しいですね。で、よってと。さあ、これで ST をどうやって求めるかってことなんだけど、これだけじゃこの H のね、決まり方によっていろいろですから。で、この H ってのは何だったかっていうと CH のこの H ですよね。 でこの CH が平面 α と垂直だっていうことをやっぱ取り入れなきゃいけないので、改めて今度 CH というベクトルを考えてみるわけです。CH。でそうすると、ほっと考えると、あそうだ。これ OH-OC ということで。O を指定にするととにかく小文字の ABC につながりますからね。えー、当然の、それは発想ですけれども、OH-OC。ここに OH 入ってるじゃんってことですね、こいつがね。はい で、OC は小文字の C ですから、この部分を先ほど置いたこの SA プラス TB に置き換えて CH というのがこういう風に表せる。ST を含んだこういう式で表せるのだっていうことになるわけです。そうしますとね、CH は平面と垂直なのでと、アルファと。平面と垂直ということは、その平面上にある OA とか OB 両方ともに垂直ですね、これね。 もちろんこの AB とも垂直なんですけれども、今大事なのはこっちですね。小文字のベクトル A とベクトル B。えー、CH と OA は垂直かつ、CH は OB とも垂直だということです。でベクトルで垂直とくれば、これですよね。内積0、ね。ドットにすれば0だ。これもそうですね。内積は0だと。もうこれはもう瞬間的につながるわけですね。で、えー、準備した小文字の、ねえー、式。 c a というのは、えー、これですね。SA プラス TB マイナス C だからこれ。と、まず OA がこうだ。ていう、この左側のやつがこいつ。イコール0、えー。で、OB っていうのが小文字の B ですからね。もう一つはこれ。これ同時に満たせばいいんだ。で、例によってまた展開するわけですね。SA 二乗プラス TAB マイナス AC。CA にしちゃいますね。はい。イコールゼロこちらも展開します。 SAB。はい。プラス TB 二乗もういいですね。大きさの二乗ですよ。マイナス BC。イコールゼロと。いうことです。で、この A の大きさだとか、AB の内積 BC とかって、これ、括弧一1で求めてありますよね。これはまあ、問題で与えられてます。えー、問題に戻らなくて大丈夫ですかね。えー、ベクトル A、つまり OA の長さ2だったんですね。2人が C。 でこいつは3だったですかね。カッコ1番、ねえー。から CA、えー。これも3だったですね。カッコ1番によってね。で、えー、AB が3で、えー、ベクトル B っていうのは大きさはルート5でしたね。確かね。で、次乗で5。こういうふうに全部入れて、結局こういう S と T の、えー、連立方程式を解けばいいじゃんかって話ですね。で、これを解くと、さらっと書いてありますけども。 え通常のね、えー、問題集なんかこれを解くとで済ましてんだけど、まあ私こ、ここでね、例えばこういうふうに解きましたっていうのを載せときました。連立はね、えー、いろんな解き方って人によって目の付けどころが違ってて、ね、微妙に、えー、違うものが出てくると思うんですけど、だからこれは一例としてね、見といてください。いうふうなことで OH がこのように S と T が決まったので、えー、出ましたと。ここまりですね。 で、あともう続けてみちゃいましょう。で、さらにその大きさはっていうことですから、もうずっと見ちゃうね。ピーこんな感じ。ね。はい。えー、この大きさってことは二乗で考えるといいよ。もう何度も出てきてますね。で、これを右辺のお絶対値つけて二乗。で、これ11分の方がずっとつくのやだから、ちょっとくくっちゃいましょうね。十一分の一。当然これにも二乗がかかってて、残った 3A プラス 7B の二乗であると。大きさのね。 で、もういいですね。この大きさの2乗ってことは、これ、内積と考えれば展開できて、サザンが 9A 事乗プラス3721の2倍の 42AB、プラス 7749B 事乗と、ね、これ内積として展開したわけです。で、これ、それぞれ大きさ分かってますね。ベクトル A の大きさ、OA ですから2、2人が C。えー、これ、ルート5だったですかね。で、これ3だったですね。はい。ポンポンポンと代にすると、これ407になるのかな で、当然、平方根忘れないように。えー、まあ、明らかなんでね、えー、OH はプラスだからって言わずに、まあ、このまま、11分の、これ121とか計算する人全然ないですよね。もう、平方根見えてるんですから。で、11分のルート407。と、これで、カッコ2の出来上がり。はい、では最後、カッコ3番。どんな問題でしたっけ えー、四面体 OABC の体積を求めようということですね。この四面体 OABC の体積ですね。で、まあ、この図ではなくて、先ほどのね、えー、底面、OAB が底面になるような図で、今度は四面体にちゃんとしてみました。こんな感じ。はい、3番。ね、OABC、えー。今度こ,このね、えー、OC とかこういう線も入れました。で、えー、 三角錐ですね、まあ、体積って何だったかってまずこれが頭に浮かんでますかっていうことですねはい、えー、四面体 OABC の体積を V とすると V は OAB これ底面ですね底面積かける c h 高さですね底面積かける高さ割る3でしたね3分の1これがちゃんと頭に浮かんでるからあー、まあ、この解答のスタートまず三角形 OAB 底面積出しましょうって話になるわけです はい。この三角形の面積です。で、これはね、OA と OB の長さが分かっていて、まあ、ベクトルの内積もね、えー、として分かってるわけですね。これはね。その時はもうこの式使っちゃいましょう。ね、えっ、ー、と、分の1ルートのこの、ベクトルとしてね、大きさの2乗、大きさの2乗マイナスで内積の2乗ってやつです。で、この式につきましては、えー、5番のね、解説。 で、詳しく、講義というかね、えー、説明してありますので、まあ、そちらを見てもらうとして、ここではもうさらっとね、えー、これ使っちゃいます。ただも、ま、う、あ、あっけないんでね、これはね、三角形の面積。大きさ分かってますね、二人が C。これもさっきからルート5の二乗。で、内積3でしたよね。で、これポンポンポンと代入するだけで、こうやって出ちゃいますよ。で、これが、えー、三角形 OAB の面積。つまり、この四面体の底面積ですね。はい。 で次に CH、高さですね。底面積に対して垂直に測ったものが高さです。でこれは、まあ、垂直ですから垂直マーク。OH は、かっこ2番でさっき出しました。でこれは問題で、えー、OC はルート7だよ。でこれ直角三角形ですから、もう三平方の定理ですね。えー、これが斜辺ですから。はい、CH はルート付きで OC の2乗マイナス OH の2乗なので、えー、こんな感じですね。7引く。 で、まあ、これを通分して、440になるから、これ11で1回割、えー、約分できますね。11分ので、40になりますね。で、これで4が外に出てたルートの。で、これが CH ですと。で、これは無理してね、あの、別に今、有理化することないですよ。ここにもルート11見えてますね。はい。じゃあ、これで先ほど見た3分の1三角形 o a b かける c h 入れます。 ほら、ルート11ね、訳せるでしょね、2が訳せて、で、えー、体積は3分のールート10。ということで、えー、出ました。これで、えー、全部ですね。いかがですか